大谷翔平このチームでプレイオフに行きたいんだ。エンゼルスの大谷翔平は22日のパイレーツ戦に2番投手、指名打者でフル出場した。結果は自己ワーストの1試合4本塁打を浴びたものの、7回途中6安打5失点、9奪三振で6月28日のホワイトソックス戦以来3登板ぶりの8勝目を挙げた。打者としては4打席で3四球と前の試合に続き勝負を避けられ、1打数無安打で2戦連続安打が出ず、10打席連続無安打となった。8月1日のトレード期限を前にして、現地では大谷のトレードに関する報道が過熱しており、この日の試合後も、メディアからは多くのトレードに関する質問が飛んだ。大谷は移籍についての質問に、それはもちろんエンゼルス6年目ですし、このチームでプレイオフに行きたい、そこで勝ちたいという気持ちは変わらない。チームとしてどういう判断をするのかは、僕には正直わからない。トレードについて僕は全然わからないことなので、また明日切り替えて勝つことが必要、と語った。現状厳しいけど頑張ってほしいな。やっぱエンゼルスでのプレイオフが見たい。トラウトいないけどみんな必死で食らいついてるのがいいね。士気は上がってきているはず。でも結局リリーフの弱さが露呈してしまう。これはもしや今年の成績によっては大谷残るんじゃないか？最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あなたからのコメント待ってます。